Hello everybody, I'm Blazing Rebecca, and welcome back to Amnesia Memories in the Heart World. And it's not like I can read my mind, I can't do anything, but you see, well, of course. なんで今さらこんなことをお前に言わなきゃなんないんだろうな。そういう細々とした折り合い方、10年以上かけて積み上げてきたはずだったのに。説明しなきゃわかんないって、ピンとこねえよ。Well, you try having amnesia, see how you like it.今ここにいるのは俺の知ってるお前なのか、そうじゃないと思って扱った方がいいのか。Oh, for the love of God, please don't. あの事故の時、お前が死んだかと思った。すげえ怖かった。昨日、お前の記憶がおかしいって気づいた時にも、なんか気づいてきたもんがガラガラ崩れてく気がした。思い出せるよな。全部なくなったりしないよな。Not entirely. Not entirely, sir.まあ、何が起こったとしても、結局は俺のせいなんだけどな。Sure, you keep telling yourself that, I guess. ただいまー、バタ。疲れた。大変な目にあったね。Yep, rough. おかげで携帯はゲットできたけど、あいつやることなすこと強引すぎだよ。Yeah, but I have phone, luckily now. とりあえず、この携帯を見て分かった重要な事実。今日は8月2日です。And now we know what month we're on. Yes! 8月にしては随分涼しいよね。人類社会は最近異常気象続きだって聞くけど、本当なんだね。まあ新しい携帯に連絡先が真の分だけか。情報源にはなりそうにないね。That's true. まあ明日もあいつが来るみたいだし、ある程度任せておいてもいいんじゃないかな。Okay. 怪我で体が動かしにくいのは辛いけど、それ以外はまあ割と順調に進んでるよね。信頼できそうな相手に記憶喪失を相談できて、病院には行かないって約束もしてもらって。うん、未来は明るい。この調子ならすぐ記憶が戻るよ。明日も頑張ろうね。ん？でもあいつ、自分のせいだと思ってるから、あんな深刻な顔してるんだよね。説明したところで理解されるわけないけど、誤解させたままなのは、ちょっとだけ申し訳ないね。I guess so, you're right about that. Okay, amnesia memories. August 3rd.俺、昨日お前に嘘ついたんだけど。Wait, what? え、なんだよ、来るなり。こっちは起き抜けだってのに。ねえ。お前の両親が海外にいるって、あれ嘘。本当は隣の県にいる。退院日は仕事で来られなかっただけ。Shin! 記憶のないお前を独占したくて、嘘ついた。はい、これ連絡先。どういうこと？アソウ。それ結構重大な嘘じゃないの？そんなにさらっと言うようなこと？ Well, that's shin for ya. Thanks for telling me. 連絡先は本物だけど、俺の言ったことは嘘だから。はぁ？記憶が戻ってないか聞いても、また隠すかもしれないと思って、やっぱまだ戻ってないんだな。お前の両親は本当に海外赴任。昨日嘘ついたってのが嘘。Stop it, Shin! その連絡先はロスのやつ。家から移してきた。なんなら国際電話で確かめたら。Okay. こんなー。嘘ばっかりついてると、いつか誰も信じてくれなくなるんだぞ。やっぱ、1日2日経ったら自然に回復してるかもなんて甘すぎるよな。体調は元気ならお前の格好を見に行かない？ Hold on. 体調は悪くないけど、僕はちょっと怒ってます。どうする？付き合ってあげる？
Yeah. That sounds fine. うん、じゃあ行こう。What? あのさ、嘘つかれたら怒っていいんだからな。ぼーっとしてんのは分かってるし、騙し打ちした俺が悪いんだけど、なんか調子狂う。なんだ、怒られるつもりで言ってたんだ。いつも通り、文むくれて怒るだろうって、無意識に思ってたみたいだな。地味に答える、こういう違和感。Oh, well, I'm sorry my amnesia is inconveniencing you, asshole. Jeez. Like, hello, amnesia? Did you forget about that? 今のお前は、お前だけど違うんだよな。分かってもらえるつもりで、あしらったらダメだよな。Oh, you think?もしかしたらさっきの記憶を失う前の君とシンの間では通じてた呼吸なのかもね。うん。Okay, I guess we should just go now. じゃあ行くか。Oh, yeah, okay. な、今日は具合が悪くなったらさっさと言えよ。Love those.ここがお前の大学。高校からエスカレーターで進学した。高校も敷地内にあるけど、制服だから部外者は入りにくい。とりあえず、大学でいいよな。ふーん、ここが君の学校か。うん。ね、neat。高校も敷地内にあるってことは、ここに3年以上通ってるんだよね。どう?見覚えある ?Nope. 多分、お前の記憶に一番残ってるのは部活動のことだと思う。Oh, my club? 高2から軽音部に入ってバンドやってた。ボーカル担当。Oh. 始めた時はすげえ下手くそだったけど、その後相当練習したらしくて、3年の時はまあまあ。Yeah, I was okay. 大学入ってからは演奏聞いてない。でもまあ、熱中してたな。で、ここが部室。Oh. 見覚えあるか?かなり通ってたはずだけど。今はお前の怪我で休止中。この調子じゃ、当分休止のままになりそうだな。普段は週2くらいで練習してたのかな。授業の後とか、休みの日とか。俺もしょっちゅう来てた。お前の部活が終わった後、ここで二人で話してた。うん。お前が必死になってるとこ、見てんのが楽しかった。Well, I'm kind of nervous now, actually. 俺にはそういうの無理だし。俺がお前に告白したのも、初めてキスしたのも、この部屋。Oh. 覚えてないか?その時のことは覚えてなくても、キスの感触は、数えきれないくらい、お前にキスしてるんだけど。全然印象に残ってないって言われたら、結構悔しい。ダメか。いや。悪い。もうしない。ここでキスしたら、普通に思い出すんじゃないかと思ったけど、甘かった。I think you just wanted an excuse against me. 困るよな。今のお前にとっては知らない男だもんな。No, I didn't mind. No, そう。じゃあこれからも遠慮なく。Yeah, okay. See you in the next part. See ya!